捜査関係者によりますと、今日午後4時半ごろ、東京稲城市長峰の住宅で、家に6、7人で強盗に入られたと住人から百刀番通報がありました。住人が玄関のインターホンが鳴ったためドアを開けたところ、目出し帽をかぶった複数の人物が部屋に押し入り、母親と次男、次女の3人にハサミを突きつけながら押さえつけ、金庫2つを持ち出したとみられています。 今のところ、けが人はいないということです。犯行グループは逃走中で、警視庁は強盗事件として行方を追っています。ニュースリグ